日本人の男に教えたいことがある。みんな知ってる？明日はバレンタインの日、2月14日。日本のバレンタインは変。女は男にチョコやってる、友達もやってるけど、おかしいだよ。バレンタインの日は愛の日、ロマンスの日。今から私ね、奥さんの大好きなチョコの店に買いに行ってます。絶対私いつもバレンタインの日に奥さんにチョコやる。来たアメリカの方で、彼氏はバレンタインの日何もしてなかったら、もう分ける新しい彼氏探すかもしれない。私、ホワイトデー全然しない。絶対奥さんにやるのはバレンタインの日。奥さん、彼女、喜んでほしくない？喜んでほしいですね。だから、今日、明日の朝、いつか早く何か買いに行って、チョコがいい、バラがいい、なんか美味しいのワイン、なんか特別にして、それしたら、絶対奥さん、彼女、絶対喜ぶ。するつもりと思ってないから、あなたしたら、絶対喜ぶ。できれば、晩ご飯作ってあげて、できなかったら、美味しいのレストラン、いい場所、連れて行って、絶対喜ぶ。本当に聞いてるのは、ほとんど日本の男があんまりロマンス上手じゃない。それ、わかんない。自分の経験がない、もちろん。けど、それ聞く。だから、今年のバレンタインデー、頑張ってみない？やってみてばいい。今は日本人の女がこれ見てるなら、旦那か彼氏に見せてがいいかもしれない。Good luck!